中世の暗黒時代とかがそうだったように、雛見沢にも暗黒時代があった。そういうものなんだと解釈します。本当に雛見沢でこういう恐ろしいことがあったのだとしても、それは大昔の出来事なんです。今暮らしている雛見沢の人々とは、何の関係もないことです。前原君は本当に雛見沢が好きなのね。でも高野さんはその風習が実は現代にも残っているんじゃないかと思って研究をしてるんです。そうでしたよね。これ本当に内緒なんだからね。シオンちゃんは理解のある人だから話したけど、他の村人には聞かれたくないの。下手をしたら罰当たり者ってことで袋叩きにされかねないんだから。前原くんも内緒にしてね。知られたら私お社様のたたりに会うか生贄にされちゃうかするかもしれない。たたりなら今年はどんな死に方をさせられちゃうのかしら。そういえば今夜よね、お社様のたたりがある夜は。本当は国会図書館で当時の新聞が探したいんだけどね。ほら、ここ。これは実際にあったお話よ。明治の終わり頃にね、鬼ヶ淵村で身元不明の惨殺死体が発見されたんですって。当時の警察の資料がほとんど残ってないそうだから、口伝と記憶によるものだけなんだけど、ほらこれ不鮮明だけど明治の頃の新聞の切り抜きみたい。どういう状況かわかるかしら。
その薄気味悪い事件が何だって言うんですか。筆者はね、鬼ヶ淵村の恐ろしい習慣は明治以降の近代、ひょっとすると昭和初期くらいまでは残ってたんじゃないかって結んでるわ。でも本当にあったとしたって昔のことですよね。明治なんて言ったらそれこそ100年くらい前の。たったよ、たった100年前のことよ。それにね、昭和に入ってからだってあるんだから。終戦直後に騒ぎになった缶詰疑惑。あ、ごめんなさい、この話はタブーだったわよね。え？今高野さん、なんて言いました？缶詰疑惑って。驚かせちゃったかな。あら、次郎さんも見たくて我慢できなくなったかしら。僕は遠慮させてもらうよ。生来ね、こういうのは苦手なんだ。それより演舞とセレモニーが終わって、みんな沢の方に降りていったよ。あと何分もしないうちにお祭りは終わっちゃう。あら、いけない。前原くんがあまりにも聞き上手だから、またお話三昧になっちゃったわ。次郎さんは表で待っててくれるかしら。私はちょっと写真を撮るわね。本当はいくつか道具を持って帰りたいんだけど、それはさすがに無理そうだからね。ん？圭一君も出るかい？もう十分に見ましたので。しおん、もういいだろう。出ようぜ。綺麗な空気が吸いたいよ。同感です。出ましょう。どうだい？面白かったかい？富武さんと一緒に留守番をしてればよかったです。
シオンちゃんはどうだったかな？怖かったかい？一応心の準備があった分怖くはなかったですけど、でもやっぱり実物は迫力あります。高野さんはおとなしく見物してたかな。ほら、彼女子供っぽいところがあるだろう。宝の山を前にさぞや興奮してたんじゃないかと思ってね。見るだけならいいんだけどね。こっそりと何かを持ち出したり、いじくりすぎて細部を壊したりしないかが心配なんだよ。やりかねないです。本当に何も壊したりしなかったかな。なんだかドタンバタンと飛び跳ねるような音がよく聞こえたからね。僕は不安で不安で。ごめんなさい、フィルムがなくなっちゃったわ。次郎さん、フィルムが余ってたら分けてくれないかしら。もう予備のフィルムは切れちゃったよ。申し訳ないね。もういついかなる時でもフィルムを残しておかないと決定的スクープ写真なんか撮れないわよ。仕方ないわね。何も持ち出してないだろうね。失礼ね。そこまで子供じゃないつもりよ。よし、僕たちも沢に行こう。綿を流すところくらいやらないとお祭りに来た意味がないよ。もうこれっきりにしてくれよ。十分に知的好奇心は満たせただろう。まさか。むしろ新しい興味を惹かれるような発見ばかりよ。今日のでこれまでの仮説が一気に現実になったわ。これで今後の調べ方がだいぶ変わってくるんだから。まずったな。綿流しの一番いいところを撮影し損ねたよ。あら、まだ遅くないわよ。私が行って流すんだから。
私を取ってはくださらないのかしら。じゃあね、前原くん、シオンちゃんも。僕たちは今からでも沢に行ってみるよ。君たちも一緒に来るかい？まさか。お二人の邪魔なんてできません。どうぞごゆっくり。疲れちゃいました。同感だな。俺も疲れた。ケイちゃんは綿流し初めてなんですよね。私なんか気にしないで行ってきてください。私は疲れちゃったんで、人混みはちょっとパスしておきます。お姉たちがケイちゃんのことを探してるかもしれませんから、行ってきてください。あ、そうだ。ミオンたちと別れたままそれっきりだったな。探してると悪い。お姉ってすっごく嫉妬深いんです。私がケイちゃんを独占してたことがバレるといろいろうるさいんで、今夜のことは秘密にしておいてくださいね。そういう意味だけじゃないですよ。今夜、私たちがしたことを思えば、秘密にするのは当然です。今夜起こるかもしれないお社様のたたり、私たち4人が最有力候補なんですからね。じゃあ、私はお姉に出くわす前に退散します。今日は本当に疲れてるから、お姉とやり合えるだけの体力はないですし。シオンってミオンと仲がいいのか悪いのかよくわからないな。仲いいですよ。俺は一人っ子だからよくわかんないな。せいぜい仲良くしろよ。はい、余計なおせっかいと受けたまわります。それじゃあ私はこの辺で。ケイちゃんも急いで行った方がいいですよ。本当に綿流しが終わっちゃいます。でも本当にあの音は何だったんでしょうね。不愉快というか気味が悪いというか。え、何の音だって？音ですよ。ドタンバタンってうるさかったじゃないですか。ごめん、シオン。はしょらないで最初から説明してくれないか。何がうるさかったって？ケイちゃん、あれ、気にならなかったんですか？シオン、冗談抜きで、初めから説明してくれないか。音がどうしたって？姉ちゃんこそ冗談抜きで、本当の本当に気にならなかったんですか？
もう一度聞くからな。質問は俺からだ。じゃあ聞くぞ。音がしたって何のことだ？ドタンバタンって、なんだかどこか遠くの板の間で子供が跳ねてるような。本当に気にならなかったんですか？気にならないもん何も。そんな音いつ聞こえた？俺は何も聞いてないぞ。ちょっとケイちゃん、それ本気で言ってるんですか？さっき西郷殿の中で高野さんと一緒に見て回ってる最中、高野さんが昔話を始めた頃からかな、少しずつだんだんとちょくちょくと、嘘だろ、最後の最後で怖がらせるのはなしだぜ。おい、ケイちゃんこそ怖がらせないでください。なんだか高野さんの怖い話に合わせて音を立ててるようで、私ずっと薄気味悪かったんですから。ケイちゃんも高野さんも全然意にも返さない風だったので、私も聞こえないふりをずっとしてましたけど、聞こえましたよね。何度かはすごく大きな音でしたから。なんだよ突然。引っかかりましたね、ケイちゃん。嘘ですよ、嘘。はあ？なんだかドタンバタンと飛び跳ねるような音がよく聞こえたからね。僕は不安で不安で。
ち見つけたなのです。あ、やっと見つけた。あとはさとこか。今年はみんなはぐれちゃったね。来年からはちゃんと合流場所を決めておきたいな。はあ、そうだね。やっぱりお祭りはみんなと一緒でないとね。圭一は僕の演舞はちゃんと応援してくれましたですか？ああ、ちゃんと見てたぜ。最後までちゃんと頑張ったな。ミスもなかったし。あんなのはミスのうちに入らないよ。ケイちゃんはやった？綿をもらって沢に流した？行かないと終わっちゃうよ。終わっちゃうよ。ごめん。初めてのお祭りだからさ、よくルールがわからなくて。そうだったね。ごめん。ねえケイちゃん。なんだよ。シオンには会わなかった？いや、でも、姿を見たような。でも、ミオンとそっくりだからな。ミオンだったのかもしれないし。そんなに間違えないでしょ？服装だって違うんだから。そうだよな。しょうがないな、シオンは。まあ、あいつのことだから放っておいても大丈夫かな。おいさん、こっちは検診入りました。爺様もさっき到着です。俺もスタンバイ OK しました。このまま焼死の現場へ直行します。クマちゃん、ちょっと話がややこしくなりました。向こうは身元の判別が非常に困難な状態だそうです。まさか、4年前のあれっすか？いいえ。こんがりといい感じだそうで。頭のてっぺんから丸々？バッチリ黒焦げだそうで、あっちの現場かわいそうだな。
今小宮山君たちが沖宮の歯科医を根こそぎ野手してます。カルテで歯型照合をするしかないでしょう。ごめん、誰かキツメのタバコ2箱ぐらい買ってきてくれません？今年は見事見つけましたね。ひょっとすると過去の失踪者もこんな感じで県外で殺されてたんすかね。なら埋めればいいじゃないですか。重りつけて日本海でも琵琶湖でもいいですね。でもどうして、一人死んで一人消えるのがこれまでのパターンじゃないですか。クマちゃん、仏は拘束なしでドラム缶の中でこんがるでしょ。多分締められた後にわざわざ焼いたんじゃないかと思うんですよ。見つかることを覚悟の上でです。じゃあつまり今年は消す気は初めからなかったってことっすか。消す気がないってよりは、これはそれとは全く別のものでしょうね。消すどころか主張しているようにすら感じられますよ。つまり見せしめの意味があるってことっすか。それをしないでやってくれりゃその線もあるんですがね。こんな遠くまで運んで焼いちゃったら下手したら分かんないでしょう。見せしめにするなら雛見沢の近くでやるべきなんですよ。殺したことを主張したいのに、場所は演出効果の確実じゃない遠方。主張したいのか隠したいのか。今年は何考えてるのかな、お社様は。大井さん、小宮山さんです。出ました。沖宮のデンタルクリニックで3年前に親知らずの治療をしてます。カルテは？レントゲン付きでバッチリと。いやー、こんな明け方前に歯医者さんには申し訳ないな。クマちゃん、小宮山君からカルテ受け取ったらすぐに出発してください。了解っす。あ、課長です。夜分お疲れ様です。大井さん、遅くなって申し訳ない。状況は？やっと面白くなってきたってとこですかね。燃えてきたぞ。わお！